大変だわ。朝起きたら全身がムカデになっていたわ。我ながらクソキモいわね。私はこれからどうすればいいのかしら？お姉ちゃん、早く起きるのだ。遅刻するの。はぁ、お姉ちゃんの部屋に巨大なムカデがいるのだ。クソキメーのだ。妹に見つかってしまったわ。やばい。殺虫剤をぶっかけてやるのだ。死ね、死ね、死ねなのだ。キャー、殺される。やめなさい。ズンダモン。お母さん。ひまちゃんなんでしょう。あなたはひまちゃんなのよね。お母さん、私がわかるの？お腹を痛めて産んだ可愛い娘ですもの。どんな姿になったってお母さんにはわかるわよ。私が気持ち悪くないの？どこの世界に娘を気持ち悪がる母親がいますか？私の可愛いひまちゃん。さあ、おいで。うわはん、お母さん、お母さん、嬉しいよ。大変だったわね。でも大丈夫。ムカデだろうと枝豆チビだろうと関係ないわ。お母さんはどんな時もあなたの味方よ。こうして私はお母さんに守られながら、残りの人生をムカデとして生きることになりました。日を追うごとに、だんだんと人間だった頃の記憶が思い出せなくなっていますが、きっと私が完全にムカデになって、お母さんのことを忘れてしまっても、お母さんは私を愛し続けてくれるでしょう。ゲジゲジゲジ。